おはようございます、小森です。ちょっとですね、朝早くカメラ散歩したいと思います。では朝非常に気持ちいいですね。まだ朝焼けのちょっと赤さが残っています。この辺もいい雰囲気なので撮ってみましょうか。ここがすごいですね。この石積みも素晴らしいですよね。これも前も写真撮りましたけども、なんか鳥さんがいますね。かわいい、かわいい鳴き声ですね。この鳥の鳴き声なんでしょうね。結構その辺にいますね。お寺さんですね。非常に綺麗なプロポーションです。撮ってみましょうか。鳥の鳴き声はこっちですね。そしていろいろアングルを考えながら撮ってみました。ずっと石積みが綺麗ですね。小さい頃ですね、この段のところからよく持ち投げをしてですね、こちらの広いスペースで大人たちが餅を取り合いしていましたね。ここも綺麗ですね。いつも遊んでいたお寺さんですね。このアングルもいいかもしれませんね。なんかいい光ですね。淡い。あ、なんかいい写真が撮れましたね。この朝焼けの時間って空が本当に綺麗ですね。瓦の上に何か乗ってますね。初めて気づきましたね。おお、素晴らしい。ちょうど朝焼けがすごく黄金に輝いて綺麗ですね。この瓦で街並みを隠して撮れないかな。どうでしょうか。なんかいい、ちょっと設定をいろいろ変えて撮ってみました。綺麗な雲ですね。下げるとこういう感じですね。ここのラインがすごく綺麗です。ちょっとこの辺の旗を入れたアングルも面白そうですね。後ろの建物、近代的な建物を消して撮れるか。綺麗な写真ですね。撮ってみましょうね。どうでしょうかね。ちょうどこの海と後ろの河原でもいいですね。ちょっとこの電線が邪魔ですね。こっちの方がいいかな。
めて撮りたいですね。なかなか綺麗に撮れました。ちょうどこの色味が良かったですね。ちょっと寒くて手がかじかんできましたね。はい、浅野さんのカメラさんでした。非常に神聖な空気で鳥の鳴き声が非常に心地いいですね。皆さんもですね、ちょっと朝早く来て街をちょっとカメラを持つとまた違った雰囲気に感じますので、そして思い感じたままスナップするっていうのも面白いです。鳥が可愛いですね。もしこの動画が良かったのでいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。